ピチャンネル。ジョッピ。こんにちは。沖縄レポートパート2。イエイ。まあ、前回はね、はい、あのドラゴンズと楽天で、うん、はい、まあ、あのチャタン金っていうね、はい、ところに行きましたけども、まあでもどこ行っても今回有観客でやってるじゃないですか、はい、うん、でもそんな人いないですね。まあそうですよね、やっぱこの状況ってなったら、ああ、まあ、行くのやめようかなって人も中にはね、うん、いるでしょうしね。あとなんか事前登録制らしくて、そうなんですか、フラッと行ってフラッと入れないところもあって、へー、みんな、はい、だからチェックして、うん、だって金なんてマス席みたいに、はい、あのマス書かれてたよ、このお客さん見るところに、まず一つに一人ですみたいな、うん、へー、だからあの上の駐車場のところへんにめっちゃ人並んでて、上からこうやって見てたもん、そこ密だけどなと思いながら、うん、そうですね、あとそこからそんな見えますかねみたいな、うん、あと金はね、あのなんかあのライトポール横のお店かなんか分かんないけど、はい、うん、あのもうあの屋上で、はい、あのバーベキューじゃないけど、はい、もう屋上テラスでみんなそこでなんか食べ食いしながら見てますみたいな人いっぱいいて、試合見に行った時、うん、あれ売れるなと思ったら、売れる、うん、ああのその、うん、それだともうちょっと左ももうちょっと作って外からガンガン見えるようにすればいけんちゃうかと。キャンプの時期はね儲かるかもしれないです ね、うん、でもあれじゃんね、仙台みたいに後ろ宇宙館のところのマンションから見てた人いっぱいだけど、あのオーロラビジョンできて見えなくなってて、あのマンションの人はね、うん、できる前までは良かったですよね、マンションこうやって見える街もね、でも玄関出て廊下で見なきゃいけないからね、うん、あれが家から見えたらね、まあ、いいけど、ね、反対向きだからね、そうか、廊下側でしたっけ、うんうん、だからそれでも見てた人いるけど、あれができてからちょっとね見えなくなって なくなってね、はい、人がいなくなったけどね、はい、というところで、はい、今回はですね、うん、まず行ったのはね、あの浦添だね、はい、ヤクルトっていうところでね、うん、あの見に行った中で、うん、一番、はい、ま、でもヤクルトちょっとコロナ感染して人いないんだよ、うん、はい、あの主力どころが、うん、その中でおっと思ったのが、はい、やっぱ我らが塩見だね、おー、そうですか、まあ、我らがっていうか、まあ、後輩だから、ね、帝京大学、あ、そう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 、はい、あのまあ昨年ね、はい、あのまあ、一軍掴んで、うん、手首とか怪我してんのに、はい、あの無理やり出てたらしいからね、うん、まあ、おかしいなと思ってたんだよね、はい、すぐ左手離すからね、うん、でその中でも、まあ、出ててね、はい、去年、まあ、あのレギュラー掴んで、うん、今年ね、はい、あのその落ちないように行かなきゃいけないところでバッティング見たけど、うん、はい、すこすこスタンドインしてた、へ、もう今もしいい感じで仕上がってる、うん、もうすでに、うん、しかもパンチ力もできてきて、はい、あのスムーズなバッティングもしてたし、うん、フォームのバランスも良かったし、はい、で今、大松翔一がロッテのコーチになって、うん、さっさって手振ってたけど、はい、お前が頑張るよって俺は、ね、いいじゃん、コーチもまあ頑張らないと、そうそうそう、うん、お前が頑張るよっていうね、はい、打者三巡する中で3アウト全部お前が取られかけてんじゃないよっていう、ね、そんなやついないからね、はい、打者2巡して1アウトから3アウトまで全部大松の可能性あったから、ね、あ、そうです、そうそうそう、あの日本新記録の1イニング15点取った時に、うん、あの大松から始まって大松がアウトになったのよ、はい、そっから怒涛の連打が始まって、はい、で1アウトでもう1回打者1巡の、うん、あの大松に回ってきたのよ、はい、こうゲッツー打ったら1人で3アウトになるのよ、はい、俺らもうたぶん、おい、ゲッツー打ったら1人で3アウトだぜって言って、うん、ベンチでこれギャグやろって言って、はい、しかも記録じゃないって言いながら見てたら、うんうん、あいつ打ったんだけど、はい、で打者三巡席で大松がアウトになって終わったから、うん、結局ね2回アウトになってんだけどね、うんうん、まあ、お前が頑張るよって言ってたすごい、で塩見も、まあ、その後俺、うん、あの練習試合見てないんだけど、はい、あの17日 あの楽天戦の練習試合で3打数3安打、はい、1番センターでしっかり結果も残してるから、はい、そういったところでやっぱいい順調な、ね、うん、仕上がりだから10日かな、うん、に見たけどもその時でしっかり仕上がってて、うん、まあ、1週間後っていうところでね、うん、まあ、いい形のキャンプ来てるんでね、はい、ちょっと怪我しないように、そうですね、今年もね、うん、引き続き頑張ってもらいたいな、はい、あれはどうでした、奥川投手とか 見ました、あのね、ピッチャーとバッター見たらどっちか見れないからね、あ、そうか、
どっちかしか無理なんですね。そう、だってそっち行ったらバッター見れないし、うん、だからもう結局はもうどっちかしか見れないのよ、まあ、どっちかを選ぶ選択するしかないですね。そうそう、俺みたいに12球団を行かなきゃいけない人だから1球団しか行かなくていい人は、うん、多分両方見えると思うよ。そう、2日間行ったりとか、そうそう、ずっとそこに、うん、だからそこだけの仕事で行く人は楽だね、はい、特にローカル球団とかね、うんうん、地方の球団とか。でも俺とかもう1日1球団行かないと全部回れないからね、はい。で次に行ったのが名護に、はいはい、あの阪神対日本ハムと練習試合、はい、行ったのよ、はい、ビッグボス、うん、いて、うん、でそこで、見たのが、はい、初回あの全員セーフティーバントっていう、あでしたね、ありましたね、藤浪が投げてよ、はい、うん、側面から見たら、うん、新庄さんは後々でバントができないのはこういう風な感じでできなくなるんやっていうのを見せたかったっていう作戦らしいんだけども、うん、はい、藤浪にとったらよ、うん、もう一方の目から見たらよ、うん、全く何の練習にもなんなかっただろうね。それはだって全員バントしてるからね。そうですね。でそしたらこうやって打ち取ろうとか、うん、こうやってカウント取ろうとか思わないじゃんね、うん、だから藤浪側からしたら多分何の練習にもなんなかったと思うけど、うん、まあそんでね全員セーフティーバントして、はい、で見てたら分かんないじゃん、はい、そんなのは、うん、でセーフティーバントして、うん、でスリーバントを失敗して、はい、で次もセーフティーバント、あスリーバントじゃピッチャー強襲のセーフティーバントぐらいして、うん、で次もスリーバント失敗して、で最後もバント失敗みたいな、うん、もうあの何やってんやみたいな見てたけど、はい、もうちょっと練習した方がいいよね、うん、その日々の練習で、はい、あの形も下手くそだもんね、あバントの、うん、あの絶対ちゃんとできなさそうみたいな。でもそこでできてなかったらね、もう本当に公式戦になってもできないですもんね、うん、だから逆にもっと練習の時にもうちょっと、うん、あのちゃんとした練習を、はい、そのできないことを見せるのも大事かもしれないけど、うん、逆にできた方がいいじゃんね、はい、だそういった意味では、まあ、その後多分してるんだろうけど、うん、もっとちゃんと練習しなきゃいけないなっていうね、はい、ところは見えたなっていうところと、はい、ここでよ、うん、あの一つのワントラップがあって、はい、パッと見てたら全然できひんやないかと、もっと練習しろよっていう側面もあってね、はい、でも片方から見たらよ、うん、いや失敗するところを全員に見せたかったんで、ちょっと時に、うん、これ、ね、トラップがある、はい、それを聞かないでこっちで走ったらベンチがこんな意図でやってんだからすっとぼけた評論してんじゃないよってなるじゃん。そうですね。だからここによ、はい、これから多分すごい難しいトラップが生まれるのがあって、はい、こう誰とは言わないけど、うん、過去の名将の人も、はい、俺はいろんな取材した中で聞いてたんだけど、はい、何かをやることによって、うん、うまくいったらほら見たかとかって言って自分を称賛するらしい、はい、でもうまくいかなかったら、いやそれは分かってたけど、うん、別にあの刺しただけやから別になんともって言うらしい、うん、だから結果によって変える人いるらしいだよ。あーなるほど、うん、だからそんなのはさ、はい、あの後付けで何とでもできるじゃん、うん、別に新庄さんのこと言ってるわけじゃない、はい、あの過去の人のすごい名所の人がそういうタイプだったらしい、うん、うまくいけば大賞賛、うん、でうまくいかなくても、うん、そんなの分かりきったけど、まあ、やらしただけで試してみたんだよっていうのとかを言って言う人がいるらしい、うん、このワントラップは大変なことが起きるんだよ、うん、まあ、そうです、評論しにくいですね、うん、でも俺はまあするけどね。そうです、そう、うん、そう見えたって言えばいいから、あの僕には見えたって言われますよね。でもこういうのはワントラップがあるからね、その日俺は評論担当じゃなかったから、はい、何も原稿書かなかったんだけども、うんうん、これはトラップあるねっていう、ね、あそうですね、うん、でしかも記者の人と話して、はい、いや過去にもこういう人がいて、って、うん、うまくいけばこれ大賞賛って、うまくいかなくても、うん、いやそんなの分かってたよみたいな、うんうん、それで言う人いたからねみたいな、あと、で、はい、人間なんてあとでいくらようにもそうやってしたらできるからねっていう、ね、理由付けすればいいですからね、そうそうそうっていうところがね、うん、じゃああれですね、なんトラップもありますねとかって言いながら、はい、車の中で、うん、あの名古屋まで旅行したんだけども、うん、あのまあ、その中で一番ね、はい、目についたのはね、聞きたいこの試合、はい、あのね、根本投手、へあの日本ハム、はい、あの2年目、はい、北海道、3月31日生まれ、はい、18歳苫小牧中央高校から、うん、ドラフト5位、ね、2年目、ね、19歳、めっちゃいい球投げてたのよ、いい感じで、はい、だひょっとしたらこれからね、あのうまくいけば入ってくるかもしれないなっていうところでね、はい、ちょっと注目しておきたいなっていう、ね、そうですね、去年はあれですね、イースタンリーグで12試合登板で 1.82、ね、そう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 、うん、1点だから、はい、そうですね、まあね、去年1年目だったから、うん、あの試合数自体は少ないけどもいい感じでできてて、しかもすごい球投げてたの、はい、と非常にちょっと注目度、ね、一気に上がったなっていうね、はい、まあショート、本職ショートなんだけど、はい、あの今日本ハムが
そのなんかいろんなポジション守ってんのよ、はい、練習試合で、はい、だから野村が外野守ったりとか、うんうんうん、あとはなんか清水がサードキャッチャーのサード守ったりとか、はい、いろんなポジションを守ってて、そのね、俺が本当に気になったのはルーキーの水野選手、はい、JR 四国から、はい、まあ、あの同じ四国なんだけど、はい、あの入ってきてて、はい、でまあ元々二遊間なんだけど、まあ、センターもやってて、はい、まあ、いろんなポジションできる方がね、その試合出るっていうところはいいところあるじゃんね、はい、でそこで見てたら、うん、反対方向への、だから左バッターなのね、はい、レフトへの打球がめちゃくちゃ強いのよ。へ、しっかり当てに行くようなバッティングしないし、はい、しっかりとした強い打球打ててるんで、うん、まあ、あの田中健介のような感じ、はい、感じで言えば、はい、ですごいよく見えたし、うん、でしかもまあ、ね、あの今はまあショートの、ね、石井とか頑張ってホームラン打ったりもしてるけども、はい、うん、結構ポジションどこも決まってないからチャンスめちゃくちゃあると思うの、はい、下手したら俺は開幕スタメンもあると思うよ。そこまで、うん、まあ、でも水野は怪我をしなくてうまいこと言ったら、うんうん、で、あのそのファイターズの関係者の人に聞いても評価高いのよ、はい、へー、そういった意味ではポジションも空いてるし、はい、まあ、同じ四国だし、うん、これでちょっと、ね、頑張ってくれるんじゃないのかっていうぐらいの期待値がある、はい、なんかアウトになるなり方も良かったし、うん、その試合形式の状況だったんで、ちょっと水野選手は注目したいですね。ポジション空いてるっていうのは強いですね。だ今の日本ハムなんてほぼ今度だけだからほぼほぼ空いてるから、あ、まあ、そっか、そうですね、うんうん、ビッグボスが 誰を使うのかって分からないですもんね。そうそうそう、だからいい時期に入ったし、うん、はい、非常にいいチームにも入ったから、うん、水野選手は非常に良かったなっていうね、印象はありますね、はい、でもあのちょっと残念感の人も一人いたの。って言うんですか、はい、言うのが佐々木ちゃんの、うん、そうですね、上半身のね、はい、小野投手っていう、はい、あのだから上げたじゃん、うん、今年小野にこれを頑張ってほしいみたいな、はい、去年二軍でもって、はい、おお投げんじゃんと思って、うん、あれ全体的にまとまってないねみたいな、ちょっとでその日もね、はい、あの2回44球2安打2三振、うん、1デッドボール1失点っていうところで、はい、若干ちょっと迫力がなかったなっていうね、うん、まとまってないっていうのはなんかどういう感じなんですか。バラバラ、うーん、だからフォームの安定感的なのも、うん、若干ちょっとこう迫力ないねみたいな、まだこう仕上がってない感じなんですかね。だから、まあ、そんなこと言ってる場合じゃないけどね、立場的に。そうですね、うん、でまあ、この試合だけ言えばね、その後の馬場も失点したりとか、うん、小川もちょっとねパッとしなかったんで、はい、ちょっとこの試合だけ見たらよ、はい、その日ね、うんうん、あれスアレスみたいのやばくないみたいな、しかも外国人来てませんしね、はい、みたいな、うん、その試合だけ見たらよ、はい、俺はもうその日のことだけ言ってるから、うん、この2月11日のことだけね、はい、見た日のことだけ、うん、その日あれと思ったけど、まあ、そこからね、はい、もう開幕に向けてどう仕上げていくかっていうところはね、うん、まあ注目したいけども、あとはね、はい、あの佐藤輝、うん、大山梅野がもう出てたの、はい、いや頑張るねっていう、うん、まあ佐藤輝は2年目だからね、はい、いいけど大山梅野がもう練習試合初っ端からずっと出てたと思って、うん、なんかもう4番争い熾烈みたいなので、頑張るねっていう、でその中で、うん、はい、坂本がキャッチャーでホームラン打ったのよ、うん、レフトに、はい、俺はこの梅野と坂本問題、うん、どちらが開幕、はい、正捕手なのか、うん、俺はちょっとこれは激戦必須みたいな。あ、でもそう思うと野手陣はこう切磋琢磨してる感じ。そう、ね、だから早いね、試合出ていくのが、うん、みんなね、はい、そういった時でもちょっと頑張ってるなっていうところはありましたけどね、うんうん、12日、はい、12日はね、はい、ギノワン行ったの、うん、ベイスターズ、はい、そしたら紅白戦してて、はい、1軍対2軍で、うん、ここで一番気になったのが、はい、2軍、うん、めっちゃ声出して、はい、わーみたいなやってるのよ、はい、1軍静かみたいな。へ、しかもよ、うん、佐野とか、はい、桑原とか、うん、宮崎とか、うん、別に主力組出てないの、はい、その2軍若いやつが中心なの、うんうん、だからその2軍の人たちはね、うん、だからカデラから来てるわけよ、はい、そのギノワンにね、うん、だからここでアピールして、うん、一軍にちょっとでも上げてもらって、うん、三浦監督にアピールしようって来てるわけよ、はい、一軍の人たちも今一軍にいるだけで、うん、一軍選手じゃないからねっていうのが俺の思いなんだ。だって多分よ、うん、今一軍キャンプに選ばれてる人たちの中で絶対的なレギュラーのけたら半分は二軍いくからね、はい、はい、そうですね、ってなったらただ今一軍にいるだけで一軍選手じゃないのに俺ら一軍みたいなその素振りがあんまり俺は気に入らない。まあ、そうですね、普段一軍にいなくてもキャンプは一軍って方って半分ぐらい多いですもんね。だから二軍のやつらの方がすごいなんか圧があるのよ、うん、やってやろう感が、うん、
そういったところではもっとその一軍に今いるだけの選手なのかもしれないのに、はい、もうちょっと圧出してやってもらいたかったなっていうところはあったけども、はい、でその中でね、はい、まあ、今年、まあ、復活っていうかね、まあ、先発ローテーションに入ってこなきゃいけないところの上茶谷がね、はい、投げてて、で今あのコーチと二人三脚で若干ちょっとフォームを修正してて、はい、今ちょっと腕が下がり気味だったから、うん、腕を上げて上から投げ下ろす形で取り組んでるらしいんで、うん、はい、だからその日課の担当記者の人もね、うん、いやすごい良くなったんで、うん、それ見てくださいちょっと、はい、おーそうなのって見たのよ、うん、ちょっとパッとしなかったけどいやすごい良くなってたっていうのかと思ったら、え、日課の記者の方は、うん、いやそもう俺はもうその、はい、担当記者の言うことは信用してないんだよ。そうなんですか。でもだってその方が一番見てるじゃないですか、変化とか、うん、もう情入ってるからね。あ、まあ、そっか、情か、うん、ずっとそのチームについてるから、うん、そのチームの頑張りも知ってるし、こうやってやってきて、うん、いやいいんやいいんやっていう声だも聞いて、うん、応援だって応援団だからね、はい、大げさに言うと半分担当記者っていうのは、はい、だって応援団でしょ、楽天のその、まあそね、やってた時は、うん、はい、メディアも含めて、はい、応援団だから、うん、そんなもん俺は話半分しか聞いてないよ、はい、あ、まあ、でもそういう取り組みしてんだなと思って見た時に、うん、上から投げるのはいいんだけど、はい、その日の試合に特化していれば、うん、もうこうね押し出してんの、うん、伝えきれてないの、はい、押し出してるから全部ボールが高めに行くの、うん、で低めに行こうと思ったらここの感覚だけで下げようとするから力なく低めに行くの、うん、ちょっとフォームまとまってないねみたいな。あ、だからこう前を見てた人はフォーム修正前よりはこうちょっと上がってるのかもしれないけど、一般的にここを期待してるとこう全然 まだだなっていう感じなんですかね、うんうん、そうそう、だってもうかなりすごいんでみたいな感じで来たから、おらーと思った時に、あ、そうか、へえみたいな、はい、若干ちょっと押し出してボール押し出してて強さ伝わりきれてませんけどみたいな、しかもちょっと高めに浮いてますねみたいな、うん、っていうところでね、まあ、そこから開幕に向けてどういった成長するのか、まあ その中でよ、うん、いいのがいたのよ、うん、坂本、すごい良かった。あ、そうですか、うん、俺これはいいねと思って、うん、この今の時期の仕上がりからしても、うん、自分のそのピッチングっていうところもしっかりできてるし、はい、うんうん、制球っていうところもできれば球の力強さもあったんで、はい、うん、坂本いいじゃないみたいな。へ、坂本は今のところ俺すごい注目してる。あ、やっぱ一番こう見てていいなと思うところってなんか球の質とかなんですか、 どういうところが一番いいなと思うんですか。まあ、フォームのバランスと、うん、そのしっかりとした出どころリリースポイント、それによる球質だね。へー、そうやっぱクロートじゃないと分かんないですねこれやったことあるじゃないと分かんないですその良さっていうのは。でも坂本は良かったね。あ、そうですか、うん、そういったところでは、うん、かなりの、はい、俺は期待してる。あ、楽しみです、ね、今のところね、うん、まあ、だから上茶谷もここからどこまでね、まだ今、はい、改造中だからね、うん、ここからどこまでこれをしっかりねこう自分のものにしていって、うん、開幕に迎えれるかが勝負だね。まだ1ヶ月ありますからね。そう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 、うん、でね、この宜野湾で一番良かったのはね、はい、あの球場の、 あの前に道があるんだけど、はい、それの信号を渡ってすぐ左のつけ麺屋さんがめっちゃ美味しい。一番良かったのがそこなんですね。お昼ご飯、はい、ここ美味しいんですって、はい、担当の記者の人と一緒に行って。何系つけ麺ですか。なんかね、魚粉系だったけど、まあ、あの麺も美味しかったし、はい、なんか小麦粉の風味が、うん、めっちゃ美味しかった。なんか出汁がカツオ系なのかとか魚介系とか。魚介系あ、これすん、あ、これはもう常に行かなきゃいけないなと。へえ、いいですね、うん、あそこ行きました。浦添の高江そば、手だこね。もう浦添は俺は手だこそばしか知らないんだ。え、だから高江そばの吉豆腐そばを食べてほしいんです。ああ、やっぱ俺はもう手だこそばとスポンサー契約結んでるから心の心のもう2回行ったもん、ね、あ、すごい。よもぎそばと、うん、早期麻婆風食べたから。そしたら1回ちょっと高江そば行ってみてください。じゃ行く価値が俺の中ではまだ薄いね。いや、前私行ったらまあ、ロケで行ったんですけど、うん、ライアンとか、うん、ゆうへいさんとか、うん、ヤクルトの選手もみんな食べてる、うん、そうそう、俺はもう手だこ派だから。俺でも手だこもやっぱりこう選手の皆さんも行くわけですよね。それは知らないよ。そうです、うん、俺はそう聞かないから。そんな気持ちで手だこちょっと行ってみたくなりますねもう裏、球場の裏だからね。へえ、ほんとほんとほんと、行ったけど、 でもその、はい、ギノワンのつけ麺もめっちゃ良かった。へえ、お店の名前覚えてないんですか。覚えてないでもめっちゃ人満席だったよ。へえ。俺行った時はまだ空いてたんだけど、うん、もうどんどん満席になって。まあ、じゃあ宜野湾のあたりは有名なんじゃないですか。多分有名だと思う、うん、ね、皆さん勝手にチェックしてください。はい、はい、で、はい、あ、もう時間だ。はい、あれ
楽天のなんか良かった選手とかこう目についたことをパート2で話すって言ってました。そうだね、はい、あじゃあもう最後に、はい、じゃあ楽天ね、はい、その次最後の日曜日に楽天対日本ハムの試合見に行ったの、はい、そこでおると思ったのが、はい、じゃあ安田君だね。ああやっぱり、うんうん、バッティングはね、はい、まあ、フルスイングが持ち味で、うん、まあ、面白いなっていうところあるけども、はい、キャッチャーとしてはまだ硬いね。これは仕方ないんだけどね、はい、あのまあ、盗塁とかも刺してたけど、うん、動きが硬い、はい、それはまあね多分必死でやってるんだよ、うん、だから多分硬くなるんだけど、はい、あれがもう軽くできるようになったらもうちょっと上のランクいけると思うね。おでもやっぱりなんか良さはあるなってこう思う。今のところね、うん、だからここからあのピッチャーも主力が投げてくるし、はい、ピッチャーもあのお互いのね両チーム主力が投げてくるんで、うん、受けるのも打つのもそうだけど、まあ、どこまで対応できるかっていうところで、まあ、守備はもうちょっと柔らかくした方がいいけど、まあ、これ慣れだからね、はい、そういった面ではまあ面白そうだなっていうところは見えたね、うん、あよかった。私も 超大注目なんでね、うん、はい、ということで、はい、沖縄キャンプレポートでした。はい。